校内唐崎駅は、滋賀県大津市唐崎2丁目にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB28。駅名の唐崎は、大見八景の一つ、唐崎の良さめとして有名であり、古典作品などによく登場する。発表当時湖西線自体は開通していなかったが、鉄道消化にも登場している。古斎線開通前の1969年まで、 この場所を走っていた高和歌鉄道には、駅は設けられず、北寄りに永山駅と南寄りに滋賀駅がそれぞれ存在した。建設時の仮称は、新市賀座と出会ったが、地理的に、志賀座都内でないこと、当時存在した隣町の滋賀城と混同される、可能性があること、古くから大見八景で知られる近くの唐崎の地名を採用してほしいことから、現在の駅名になった。 島式ホーム一面二線を有する高架駅、分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は地上に一箇所ある。改札口からホームへは、階段、エレベーターが一本通じている。片田駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅、緑の窓口が設置されているが、深夜帯は無人となる。 愛イコ利用可能駅、バリアフリー加工事で、ホームエレベーター、多目的トイレが設置されることになったため、2007年10月6日から工事が始められた。そのため、西、北、東側の3つの出入り口のうち、北、東側の出入り口が使用できなくなり、2007年11月30日からは、ホームのエレベーターが設置される位置に仮囲いが設置されていた。 その後工事が終了し、2008年3月15日のダイヤ改正と同時にホームエレベーター、多目的トイレ2段手すり、発車表が使用され始めた。日中時間帯は1時間あたり3本が停車する。長時間帯は本数が多くなる。また、2016年3月25日までは観光宣電車が入線しており、朝には西明石行き、夜には西明石、 新三田発、大見舞子行きの設定があった。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は、以下の通りである。西日本旅客鉄道 B 湖再選新快速、快速通過普通大津経営駅、唐崎駅比叡山坂本駅。ありがとうございます。